はようございます、はい、今日はリンゴルフオープンで仙台空港カントリークラブに来ています。今日はティーグラウンドで皆さんのドライバーについていろいろ質問していきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、それなんですか、ポンタ、はい、どんなドライバーですか。ドライバーは G410 の LST を使っています。いいですか。あんまり慣れてないです。あ、新しいですか。そうですね、でも今日で3回目ぐらいなんで、あ、ちょっといいショット打てればいい。そうですね、じゃあそればっちり撮っていきたいと思います。かわいい。今年モデルの。かわいい、はい、ください。ください。今手に入んないですよね。あ、そうなんです、はい、スリクソンです。スリクソン Z785 です。まあ、シャフトがヤマハの60のカスタムシャフト、はい、こだわりのドライバーですね、はい、まだまだ初心者なんで、はい、もう使って3年ぐらいですね、うん、あ、はい、長いですね、はい、初心者歴が長い。テーラーメイド、はい、バーナーですね。バーナー、はい、私はファイズです。あ、ファイズ、はい、お気に入りです。お気に入り、はい、何ヤードぐらい飛びますか。飛んで106、70、よくて80。おお、飛びますね。よろしくお願いします。お願いします。いい天気ですね。うー、ナイス。うん、ドライバー腕玉です。すごい、だるいって書いてあるよ。ピン G400 マックスです。今日2人目ピン、はい、ちゃんとフィッティングしてもらって作りました。すごい。どれぐらい飛ぶんですか。200です。ちょっともうちょっと飛ばせるみたいな、ちょっと雰囲気出してほしかったです。頑張ります。かわいい、はい、ください。はい、他に入れます。福島から来ました。はい、ヘッドカバーゴジラ使ってます。かわいい、ください。はい、あげます。やったー。クラブはこれ無ジークですね。無ジーク、はい、で、ジクラブ、ジクラブです。買って、ここになんか、はい、ゴルフボールみたいなのがあるんで、多分ウェイトだと思う。あ、ウェイト違うか、分かんないです。なるほど。買って初ラウンドなんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあ何ヤード飛ぶかまだ分からない。予定では200-230じゃないかなと。200-230ぐらい、楽しみですね、はい、エピックです。エピック、あとはシャフトがスピーダー。あー、なんか王道な感じ、はい、だけど200です。200。自ら少しでも飛ぶように今日は頑張ります。はい、頑張ってください。ノリがいいな。仙台から来ました、はい、ドライバーはツアーステージです。ツアーステージ、はい、なかなかツアーステージ。なるほど、はい、ドライバーどれぐらいですか。そうですね、195かな。刻んできた。、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あの人形のヘッドカバーの人にはくださいって言おうかな。でも基本くれなそう。何個くれる、もらえるか。私ヘッドカバー純正のやつ使ってるんですよ。今日気にこのゴルフ場でどれだけヘッドカバーゲットできるか挑戦していきたいと思います。ナイショー、一番いいとこ200ぐらいですね。がっかりしないでくださいよ。もうナイス。どうかな、バンカー入ってれば。ナイショー、誰もヘッドカバーくれませんでした。やった、ゴジラゲット。ゴジラゲット、イエーイ。ガウ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 、バイバーイ。はい、ガチャピンヘッドカバー。ガチャピンです。ください。中身、中身はほんま、ほんま、おー、737です。どれぐらい飛びます。この柔らかシャフトで220ぐらいです。220ぐらいバッチシですね。いいですか。いい感じです。ドライバーは何でしょうか。タイトリスト。タイトリスト、どうですか。あ、スピーダー、飛距離は多分230。おー、もっと飛びそうな。サッパーあれば下っていく、はい、頑張ってください。お姉さんお願いします。私はピン。ピン、おー、G400?
これってレディースですか？いえ、メンズ？なんか藤倉さんで作っていただいたんですけど。へー、凝ってますね。でもここを見ると、はい、下手くそ加減が分かる。外れてます。肩が色んな飛ばすんですね、きっとね。180くらいです。本当ですか？かわいいよねさん。ありがとうございます。よいしょー、よきよき、飛んでますね。おー、完璧。ナイスショー、ナイスショー。めっちゃ飛ぶじゃん。めっちゃ飛んでますよ。いってらっしゃい。札幌市から来ました。ありがとうございます。私のはオノフです。オノフ、はい、オノフはめっちゃいいって皆さん言いますから、うん、音が好きなんです。あー、結構高い音出ますもんね、うん、そうです、170ぐらい。あ、いいですね、いい飛距離、いい飛距離。はい、山形から来ました。ドライバーはタイトリスト。タイトリスト D3 です。 D3、はい、最近の TS よりはこっちの方がいい感じ。いい感じで。どれぐらい飛ぶんですか？175ぐらいですかね。いや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 、身長ぐらいになってしまう。175センチ。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。山形から来ました。山形から。一緒です。あ、一緒。真似されました。真似されました。仲良しだ。上下の色だけ違うって。違うだけ。なるほど、コーディネートもちょっと合わせてきてるって感じですか？いや、そういうつもりは全くない。ない。ドライバー飛距離どれぐらいですか？250ぐらいです。おー、飛びますね。多分じゃあバンカー手前ぐらいまで行きますか？チーピンしか出ないんで。あ、チーピンはちょっとこのコースやばいです。大丈夫です。チーピン出ても前向きに。前向きに頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、今日朝ウィンゴルのウェアを上下で。お姉さんS サイズお似合いです。スタイルいいですね。いやいや、ありがとうございます。はい、大丈夫そう。行ったかな。あら、あら、今虫が一番採用使ってください。使ってください。このガタイで。ナイス。ナイスショー。いらっしゃい。息子。何使ってますか？僕の息子は。ほんまちゃん。ほんまちゃん。ほんまちゃんどうですか？飛び具合は。飛ばない。飛ばない。手つきがなんだかいやらしいですね。これ採用されるかな？大丈夫かな？はい、お願いします。です。M4。M4 どうですか？あんまり。あんまり。M2 から M4 に変えたんですけど。あんまり。でも相性悪いのかと思います。シャフトと。ああ、シャフトとベッドの相性が。ああ、なるほど。あ、ゼクシオ。そうそう、ゼクシオ。でもゼクシオね、打ちやすいって言いますもんね。そうですね。メンズのゼクシオってことですか？メンズのです。お、なるほどなるほど。飛びます、やっぱり。いや、飛ばないんですけど、はい、当たりはいい。あ、安定がね、やっぱゼクシオは安定ですね。そうですね、頑張ります。はい、頑張ってください。みんなミンゴル、ま、ゼクシオです。ゼクシオ、あ、一緒。ない。ない。ない。頑張ってください。大丈夫。ナイスショットです。ナイスショー。めっちゃ飛んでる。よいしょ。よいしょ。いってらっしゃい。バイバーイ。エピック。はい。おー、エピックにスピーダー。はい。どうですか？飛びますか？わかんない、何使っても一緒。それは何ですか？これはスリクソン、はい、Z706N? Z です。 Z です。すいません、外してたんで流しました。はい、はい、飛びますか？飛びません。飛びません。何ヤードぐらいですか？50ヤードです。外しました、また、はい、ありがとうございます。何のクラブですか？コブラ。コブラ、なるほど。コブラ、コブラ良さそうですね。飛びますか？飛ばないですね。皆さんベテラン層、ベテラン層。ベテランじゃないです、全然。3年目です。3年目、
何のクラブですか？ゼクシオなんですけど。ゼクシオ。もういただき物で何も分かってないです。なるほど。ね、音がなんかすごく、うん、カキーン、カキーンってきますもんね。純ちゃんに会いたかったんです。やだ、嬉しいお姉さん、ありがとうございます。前回、ヨコちゃんとノコちゃんと福島でラウンドさせてもらって、うんはい、もう手の届かない人になっちゃって。上手くなっちゃってゆこちゃんがね70代出しちゃったから、また来たいなと思って来れました。ありがとうございます。じゃあ今日楽しんでてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスショー、完璧。今日一出ました。戻ってる、戻ってるよ。おー、ナイスボール。おー、完璧。ナイスショー、めっちゃお上手。いってらっしゃい。これ何ですか？男前。え、分かんないです、私知らないです。男前ドライバー。男前ドライバーです。飛びますか？飛びません。飛びません。はい。何ヤードですか？200ですね。 200? 嘘だ。頑張ってください。ありがとうございます。はい。何ですか？ピン。お、ピン多いですね。ちゃんと打てばちゃんと飛びます。おー、どれぐらい飛ぶ？200、23。おー、いいですね。200、23。たまに本当ですか？ドカンとお願いします。はい、ありがとうございます。お、エピックさん、エピックも多いですね。クラブはポテンシャルを持ってます。あとは僕次第です。そうですね。はい、200ぐらいです。200ぐらい。みんな控えめですね。オッケー。バンカー入っちゃったかもしれない。オッケー、完璧。ナイスショットです。ナイスです。あ、ナイキの人山なんぼのクラブですね。あまり見たことない。飛びますか？飛ばないです。飛ばない。横に広く使うタイプなんで。ああ、ブレる。曲がっちゃうんで。難しいクラブですね。何使ってもそうなんです。そうなんですか？腕ですか。腕の問題です。いやゼクシオ。今はゼクシオで、はい、実はこれメンズなんですけど、ほぼほぼ初挑戦です。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。くまちゃんのヘッドカバーよろしくお願いします。ください。あげません。あげません。エスティバン。エスティバンって、あの飛ばし屋さんが使うやつですね。使ってるやつですね。シャフトはレーブでちょっと固めのやつ。なるほど、なるほど。実力に沿わないクラブ。でも飛ばしに来てますね。いや、でも飛ばないんですよ。まっすぐ行けば220。おお、めっちゃ飛ぶと。でも曲がるので基本。曲がっちゃうんですね。はい、まあまた180くらいで収まってしまう。なるほど。お、ゴルゴです。ください。はい。友達にプレゼントしてもらって、狙い撃ちできるようにということで。すごいですね。クラブは本間のクラブでビジールっていうやつを使ってます。おー、なんか女性に優しい、ちょっと飛ぶっていうことで。そうなんですね、はい、どうですか感触的には？感触的には多分飛ぶと思います。飛んでる感じします。はい、まっすぐ行けば。ベストスコアいくつですか？この前89、初めて80ぐらいが。おー、やっぱり平均は90、半ばか後半ぐらい。靴がめっちゃ可愛い。ゴールド、ニューバランス。ね、可愛いですね。最近パパに買ってもらって。あ、はい、そうなんですね。そうなんです。おしゃれー。、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ナイスー、ナイスショットです。オッケー、ナイスショー。大丈夫、頑張ってください。飛ぶな。めっちゃナイスショット。ドライバーは何ですか？ドライバー M3 です。お、M3、はい、耐えてる。ナイスショットです。ドライバー何ですか？ M3 です。お、 M3 飛ぶんだ。うー、あ、大丈夫。ピンでーす。おーい。いってらっしゃい。頑張ってください。あ、かわいいヘッドカバー。ください。もう1年ぐらい使ってて。
基盤できました。ドライバーはピックフラッシュのサブゼロ、限定で売られたトリプルダイヤ、うん、あ、違うんですか。はい、ちょっと小さいやつ、ちょっとちっちゃいやつです。すごい、そんなのがあるんだ。はいはいはい。いいやつ持ってますね。どれぐらい飛ぶんですか。270ぐらい、280ぐらい。後輩です、後輩、大学生チームです。はいはい、あ、ザ・ワールドっていうローズが使ってます、イングランドの。なるほど、飛びますか。うん、まあ260とかですかね。おお、それは嘘ですよ。じゃあ280ということ。僕はピンの G400 の SFT を使ってます。どれぐらい飛ぶんですか。まあ、最近は30ぐらいですかね。230ぐらい、はい、俺のは何、テーラーメイドの M4。 あ、M4 どうですか。いや、ちょっと今はやばいっす。やばいってのは良くない。この前まではなんかいい感じだったのに、あ、なるほど、最近やっぱもうマジック切りましたね、多分。なるほどね。いくつですか。あ、僕パワープレイでしたね。おお、すごい。後半ちょっと緊張しちゃいますね。緊張してる。ここでまずやらかさない。ここでやらかさない。ここ飛ばしちゃうとバンカーが。やばいですよね。やばいですね。ドライバー打たないんじゃないかと思ってます。ああ、それは正解かもしれない、飛ぶ人は。僕プラス1です。おお、うまい。オッケーです、オッケーです。ナイスショー、完璧。カメラ慣れしてるんですか。こういうカメラ撮ってるんですね。あ、そうです。思ってるよりちっちゃいというか。そうそう、もっとごっついやつ稼いかかるかついてると思ってた。おー、ナイスショー、ありがとうございます。頑張ってください。クロギア RS、 クロギア、クロギア RS、 かっこいいですね。250ぐらい。もっと。いや、飛べばいいかな。240。ああ、でもめっちゃ飛びますね。いやいやいや、当たればね。当たれば。はい、テラメイド M4 です。M4。ノーマルシャフトです。ノーマルシャフト。ノーマルシャフトなんですね。いや、本当はもっとハードスペックの方が合うんですよ。本当は。ちょっとお気に入ってる。かなりお気に入ってる。これ。ああ、そうなんですね。うん、こちらは。水野プロです。水野。水野。天性。天性。結構シャフトも皆さんちゃんと、あまりにハードスペックすぎてついていけません、うん、買ったはいい。固めなんですか。相当固めです。シャフトが、うん、シャフトは固めです。 60S だけど固めです。はい、ここはドライバー打たないですか。ここは打てません、私は。あ、打てない。 UT です。キャロウェイ。 UT G だったら安全ですね。そうでもないんだよ。そうでもない。打っとけば今日ダメで、あ、やもしかしてやっちゃうかもしれない、目の前に。あ、チョロ。チョロで OB だからね、さっき。あ、それしんどいですね。悲しいよ、本当に。すぐそこに、ジョンと目の前に。もう帰りたいもの。やだ、頑張ってください。あ、いいね。うまく打ちました。ナイスショットです。ナイスショー。嘘じゃん、チョロ。上がっちゃったけど、風に乗って、わあ、すごい。ナイスショット、ナイス、いいところですね。お、飛んでますね。ドライバーなんですか。エピック、はい、あ、1ヶ月前。振れば結構捕まるんで。なるほど、捕まりがいい。いい感じ。ピンです。ピンです。410です。あ、ピン多いですね。渋野さん効果。左すぎたかな、あれは。M5。お、M5。ピン。G400 です。最高ですね。最高。これしかないです。おー、キャロウェイ。ビッグバーサー。ビッグバーサー。どれぐらい飛びますか。200ぐらい。あるやつ適当に使ってるから分かってないから。なんだろうこれ。昔の刀のじゃないですか。いい感じですか。でもそれは大丈夫、何使っても一緒だから。かっこいい。道具じゃないから。なるほどね、道具じゃないから。昔石川遼君に使ってたんです。ヨネックス、はい、ちょっと見えちゃった。いや、大丈夫ですね、大丈夫です。オッケー、
ピックフラッシュのサブゼロです、はい、エピック全身リンゴルで今日は決まってます。ありがとうございますMS3 です。 M3、 はい、タイトリスト917です。タイトリスト917、はい、今日は曲がってないです。おお、じゃあ期待できますね。頑張ります。2オーバーですか、はい、おわ、めちゃうまいじゃないですか。2オーバー、頑張れるか分かりませんけど頑張ります頑張ってくださいわざわざ埼玉から車で仙台まで来てます。うまい。なるほどね。内緒です。オッケー。いや結構飛んでますよね。ナイスです。ナイス、耐えてて、耐えてよ。超えたね。お願いします。大丈夫、右は広いんで。あー、バンカーまで届いちゃった。ドライバー何使ってるんですか。リョーマです。おー、リョーマ飛ばし屋。うーん、ナイスショー。すごい飛んでる。ドライバー何ですか。あ、 M1、 はい、お M1 重りがいろいろ変えられるんですね。お、すごい、そうなってるんだ、知らなかった。シャフトがもうスピーダーに短くなってる。短いんですね。じゃん、ナイスショー。ナイスです。Gmax です。おー、ピンですね。スチールなんですよ。お、すごい、ドライバースチールって初めて見たかも。アナライズだ。すごい。マークさんだ。へえ。戻ってこい。戻ってこい。あー、セーフセーフ。ピンの410です。おー、ピン多いですね。うまい。古いですけどツアビー。ツアビー。おお、ヤスリで買いました。完璧、ワンタッチショット。G400 マックスです。おお。あー、いい。ナイスショー。これ完璧です。ナイスショーでーす。緊張する。これ5番ウッドです。5番ウッドめっちゃ飛びますね。これ飛びます。なんて。ミステリー。チクラブらしいです。おお、いいクラブ使ってます。おお、あれはどうだ？あそこはまずい。ピン。あ、LST。みんなピンです。あ、みんなピン。まあ大丈夫。ドライバーはピンです。ピンです。ノーマルです。あ、違うんだ。左 OB なんで。気をつけてください。ナイスショー、これは完璧です。おー、ナイスショー。エピック、おー、多い、エピック多い。いきます。はい、ラピンチ。何ですかそれ。大丈夫ですか。あー、これはドピンチ。頑張れ。今のうまいですね。ブリヂストンの J715 です。おお、巻き場をですか。ください、それ。あ、耐えて耐えて、大丈夫です。ドライバーなんですか。ピンの G です。ああ、これもいますね。ナイスショー。わーわーわー、すごいすごいすごい。ドライバーなんですか。 M4 です。おー、 M4 バッチリです。バッチリ、ナイスショットです。いってらっしゃい。大丈夫ですか。頑張って頑張って頑張ってよー。